河野防衛大臣は菅官房長官の自民党総裁選出馬に関してしっかりと支えていけるように努力したいと述べ、支援する考えを表明しました。当面のコロナ感染症拡大を防ぎながら、経済を再起動し、また来年には東京オリンピック・パラリンピックも控えているという中で、この菅さんの手堅い政治手法というのは非常に貴重だというふうに思っておりますので、しっかりと支えていけるように努力していきたいと思います。河野大臣は支援の理由について、菅官房長官と当選8期の同期で同じ神奈川県選出であるなど共通点が多いことを強調しました。2009年の総裁選では河野大臣が出馬した際に菅長官が推薦人になったことなどについても触れ、危機管理面も含めて非常に手堅いとして菅長官の手腕を高く評価しました。